約束の時間ですね。外出に誘ってもらったけれど、緊急任務じゃ仕方ないですよね。それに、予定より遅れはしたけど、こっちに向かってるって連絡ももらいました。あの人はいつも忙しそうなのに、時間の合間を縫って私に会いに来てくれるなんて。遅れるって連絡をくれた時も、すっごい申し訳なさそうな声でした。緊急任務で仕方なかったのに。そういえば、御社町の外で一緒にいるのは、任務の時くらいですね。これは、デート、と言っていいんでしょうか。服は普段着ているものですが、もしデートだとしたら、もっと違ったものを選ぶべきだったのかもしれません。デートではないかもしれませんね。とりあえず、忙しい中会いに来てくれるのですから、不手際があってはいけませんよね。そうですね。あの人は、そんなことを気にする人じゃないです。
むしろ自分の遅刻を気にして、それどころじゃないかもですね。今日はこれからどこに行くんでしょうか。あの人は図書館が好きだけど、二人で行く場所ではない気がします。でも、今からじゃ遠出も難しいから、この近くで何かあるでしょうか。近くに人気のカフェがあるって聞きました。急いで来るなら飲み物が欲しいかもしれません。朝ごはんを抜いてるかもしれないし、食べ物も美味しいらしいですから、提案をしてみましょう。もしかしたらすでに予定を決めているってこともありそうですね。私より慣れてるでしょうし。ただ、任せきりなのは申し訳ないです。私に何かできることはないでしょうか。なんて私が言っても、俺がしたくてしてることだからって言うんでしょうね。少し浮ついていますね。彼に見られたら笑われそうです。少し複雑ですが、これも彼と出会った影響でしょうか。ふぅ、とりあえず彼が来るまでには自分なりに考えをまとめて落ち着いていないとですね。こんにちは。任務お疲れ様でした。今日はどこへ行きましょうか。